はい。皆さん、こんにちは。ワンダリクルピーチです。では、今回は、ハートバイアを、都道府県元、千葉県帝国ルートの続きをやっていきたいと思います。まあ、この後はですね、おそらく埼玉、東京、神奈川といった、関東の強国たちとの戦いが起きると思います。で、その時、群馬帝国とですね、うまく連携ができるように、群馬帝国とはですね、しっかり、吉見を通じつつ、我々のね、国力の増強というのもしっかりやっていきたいと思います。では、時間を進めていきましょう。まずはやっぱり国境周辺、あとは海岸の防衛、この辺りにね、軍をしっかり割いて、おきたいと思います。で、群馬帝国とはもちろん仲良くやりたいので、国境に展開するのは埼玉と東京、ここにね、軍を展開しておくというのが一つと、あとは国境の防衛ですね。これもね、しっかり、やっておく必要があるかなというふうに思います。で、国境の防衛に関しては、もちろん埼玉と東京なんですけど、海岸の防衛についてはですね、一旦港がある場所を中心に展開しておいて、もし上陸されるようであれば、敵の、ね、補給路を断って一気に迎撃戦を展開していくというのを考えていきたいと思います。あとはですね、軍を大増強をかけていきたいので、この人的資源ですね、今この人的資源に関しては大規模徴兵になってますので、人的資源がね、この後増えていくのを待ってさらに徴兵を行っていこうというふうに思っています。では時間を進めていきましょう。関東中枢連邦ということで、群馬北関東の傀儡圏と友好国を集め関東中枢連邦を名乗った。これ見る限り群馬帝国が陣営を作りましたね。陣営マップ、確認しておきましょうか。これでまたちょっとね、状況変わりそうですよね。関東中枢連邦は長野を完全に飲み込んだ形ですね。まあ、我々はもうすでに、ネズミ至上主義ということで大ネズミ帝国陣営を作ってるんですけど、ここにね、参加してくれるところがまだないっていう状況なので、ここをね、増やしていくのが一つ課題だと思うんですけど、少なくとも群馬帝国と敵対しないっていうこともね、すごく重要になってくるので、このあたりはね、惜しみなく政治力を使って、関係の改善をね、行っておきたいと思います。では、ある程度、重戦車の生産が軌道に乗ってきましたので、新しくですね、重戦車の編成を作ってあります。重戦車を前に3列並べた、まあ、火力の出る手段ですね。まだ改良の余地はありますが、陸軍の経験値が不足してますので、陸軍の経験値が溜まり次第ですね、この重戦車の手段も、さらに改良を加えて、東京、埼玉、神奈川、こういったところとね、戦う時の切り札として、用意をね、進めていきたいと思います。では、国家方針ですね。もう主要なもの、欲しいものは入れましたので、ここから先は、陸軍の展開を少しでも早くしたいので、師団の訓練時間マイナス 25% の、この陸軍の訓練をね、しばらく、入れておきたいと思います。今、軍事力的にはね、その群馬帝国、それとあとはもう埼玉、東京、神奈川といったところに、まあ、遅れを取ってるのは事実ですからね。東京が首都保護権を発表。まあ、これで事実上、群馬帝国、大ネズミ帝国、そして東京が、まあ、新しく発表したこの首都保護権のね、三つどもえの戦いに、まあ、突入するということになろうかと思います。埼玉の暗号は完全に複合しました。これ諜報機関を頑張って鍛えたおかげですね。まあ、ただ、群馬帝国がまだ埼玉に対して宣戦を布告する気配がないので、ここはちょっとまだね、活用の場がないかなというところですね。で、我々の方から埼玉に戦争仕掛けると、東京と神奈川がこぞって敵に回るので、それはそれでね、避けたいなというところなんですよね。
ここはちょっと我慢のしどころですね。その間に、陸軍をとにかく強化強化強化していきたいと思います。で、群馬の方にですね、今、どういうね戦略を持って動いているのかっていうのを確認するために、諜報機関を使って、埼玉のね動向を確認しようということで今見ています。で、そうすると今群馬帝国は埼玉に対して圧力をかけているようなので、近々で、埼玉と戦争が起きそうな気配があるので、我々もね、いよいよ東京、神奈川、埼玉との戦争にしっかり備えていく必要があるかなというふうに思っています。では埼玉、東京、神奈川との戦いに備えてですね、諜報網もそれぞれ埼玉、神奈川、東京というところに3人目の資格も手に入れたので、派遣していきましょう。で、ドクトリンの方もですね、研究進んでまして、今ですね、この圧倒的火力のドクトリンまで進んでいて、いつ開戦しても一応戦えるというところまで持ってきてます。で、単独で埼玉、東京、神奈川と戦うのは厳しいので、やっぱりね、ここは群馬帝国が先に仕掛けるのを待つっていうね、そういう戦略をしっかり守っていきたいと思います。はい。群馬帝国が埼玉に宣戦布告しました。これで埼玉、東京、神奈川 VS 群馬帝国というものが生まれましたので、我々もですね、これ埼玉に宣戦布告を仕掛けていきましょう。で、埼玉に宣戦布告する場合、戦争目標を普通に正当化した場合、40日か。40日であればこっち先にやっちゃった方がいいね。40日後に開戦できるのであれば、40日後に開戦の普通に外交で、開戦目標で、手に入れていきましょう。で、国家戦略の方で、埼玉の攻勢やると70日かかるんですけど、これ開戦さえしてしまえば多分自動で、達成できると思うので、そしたらね、愛知との友好を手に入れて、東京、神奈川、埼玉と戦うにあたって、愛知とね連携の方向というのを見出していければいいかなというふうに思います。関東大戦勃発、埼玉、群馬、ここの海戦によって群馬帝国は神奈川と東京というね超大国、プラス埼玉っていうね3大国と戦うことになるので、これに横から参戦してうまくね漁夫の利を得ていきたいというふうに思うんですが、まあ、ちょっとその思惑がね、うまくはまるかどうかというのはしっかり、見極めをね、していきたいと思います。義勇軍も一応派兵をできるのであれば、しちゃいましょう。この義勇軍というのは、戦車の手段を送ります。あ、拒否した。いや、絶対に、ね、群馬帝国としては我々の師団も使って戦うぐらいの覚悟があった方がいいと思うんだけどね。では我々も戦争に備えて、こっからですね、進軍のルートを設定していきたいと思います。では40日後の開戦に向けて基本的な戦い方ご説明しておきたいと思います。まず千葉くんの部隊ですね。千葉くんの部隊は埼玉の首都を目指してもらいます。で、ミッキーマウスは新宿へ。さらに戦車、重戦車の手段はね、新宿に電撃戦を仕掛けてもらうと。で、残り24と23の師団はですね、神奈川県が我々に対して海軍を使った作戦を行ってくる可能性があるので、海岸の防衛にしっかりついてもらおうと思います。神奈川県はね、全国の中でもトップクラスの海軍を持ってるので、強襲上陸をかけて来られると思います。その強襲上陸をね、跳ね返すというのが、海岸防衛のために当てている師団の主な任務になります。で、おそらくですね、敵の方は、まあ、埼玉の方ですね、群馬帝国との戦いにかなり苦戦すると思うので、我々がね、そこに横から突き崩すという形でね、一気に戦局を有利に運んでいって、
まあ、横からね、群馬帝国を支援する形を装いつつ、我々が領土を広げるという作戦でいきましょう。まあ、群馬帝国がね、我々の義勇軍の派兵を断ったというのが少し気になるところなんですが、ここは、群馬帝国の支援をする素振りを見せつつ、我々のね、領土拡大の野心をしっかり果たしていきたいと思います。福島と宮城が同盟を結びました。これ、福島を我々のネズミ帝国の陣営に引き入れようという外交上の戦略が崩れましたね。ここはしょうがないな。我々、ネズミ帝国だけで領土拡大のね、野心を果たしていこうと思います。で、埼玉が群馬帝国にだいぶ押されている。まあ、我々としてはウェルカムの状況ではあるんですが、どうしてもね、領土的な野心を果たす上では、群馬にはそこそこで、埼玉もそこそこ頑張ってもらって、我々が横から群馬帝国がね、かっさらう前に埼玉の主要な場所をね、押さえておきたいというのもあるので、埼玉に対して宣戦の布告をしていきたいと思います。では、埼玉に対して宣戦を布告します。これでどうなるかな。注意しなきゃいけないのは、神奈川の動向です。一気にね、埼玉領、そして東京新宿まで、行ければいいかなと思うんですけどね。千葉くんの部隊ですが、方向を埼玉から、どちらかというと東京の方に、進軍ルートを変更しましょう。埼玉の北部はもうすでに群馬帝国のものになりつつあるので、そこをね、あえてどうこうするぐらいであれば、東京との戦いにね、全力を注いでいきましょうか。ここは神奈川との海戦になってますね。いや、神奈川クルーザー持ってる時点で勝ち目ないな。やっぱり、海岸線の防衛でうまくね、立ち回っていきましょう。神奈川県に、千葉県のね、海岸線を脅かされないようにだけ気をつけるっていうところですね。東京は防衛ラインを千葉と東京の県境、国境境にしっかり配置しているので、なかなかうまく戦えなそうな感じですね。ここは埼玉を屈服させて、北からも東京を脅かすというね、そういう戦略を見ていきましょう。群馬帝国で成人式、これで群馬帝国の士気がさらに上がるっていうね、そういう局面ですね。群馬帝国とは常に共闘を図っていきましょう。不可侵条約で、傀儡国、日立国に関しては参戦をお願いします。で、群馬帝国とは定期的に、改善をしておきたいが戦争中。ここは群馬帝国との関係改善を入れておきます。じりですけど、東京の方にも少し頬を詰めましたね。重戦車が2師団しかないので、すごい活躍ができる、期待ができるかというとね、まあ、残念ながらそういう状況では今のところないんですが、まあ、将来的なね、ことを見据えた上では重戦車必須になってくると思うので、ここでね、しっかり使っていきましょう。あとは警戒しなきゃいけないのが、繰り返しになりますが神奈川県ですね。さあ、警戒していた強襲上陸が来そうですね。この強襲上陸はしっかり跳ね返していきましょう。来たな。この強襲上陸を跳ね返します。しっかり港を押さえてあるのでね、殲滅戦を行っていきます。神奈川県がやっぱり強襲上陸を仕掛けてきている。ここでしっかり殲滅するのがね、重要ですからね。
さ、群馬帝国が埼玉を押し切ろうとしてるんですが、我々はちょっと領土がね、まだうまく獲得が進んでいないっていう状況ですね。これを、まあ、どう打開していくかっていうね、難しい局面なんですが、どうするかな。今欲しいのはやっぱり東京なんですよね。新宿まで進軍したいところなんですけど、軍の数がちょっと足りてないですね。さあ、じりっと春日部の近くまで寄ってきました。群馬帝国の攻勢も進んでるようなので、春日部を取って、できれば我々は新宿を抑えたいかなという思いなんですよね。で、ここで兵站確認しておきます。支援装備はプラス467、ちょっと数が足りてないな。余っているのは逆に歩兵装備が余ってるので、生産のラインを少し見直して、歩兵装備は減らして、その分支援装備は増やして、軍の編成を少し見直します。支援中隊で、ここは補給中隊じゃなくて整備中隊を入れましょう。再び敵の強襲上陸。ここは軍をうまく使って確実に殲滅していきます。神奈川のね、師団をちょっとずつ、そして確実に削っていきましょう。東京に対しては我々も48師団、合計48師団で攻撃をかけてるんですけど、硬いですね。春日部からもまた一歩後退させられてるので、まあ、埼玉もね、奮戦しているっていう状態です。しばらくこの対戦状況続きそうだな。あとは、群馬帝国がね、埼玉をどんだけ早く倒してくれるかですかね。まあ、まあ、その場合我々が領土があまり獲得できないということになってしまうんですが、ここは負けるよりはマシっていうね、ところですかね。さあ、逆にちょっと埼玉に押し込まれている部分があるので、ここは絶対に押し返しましょう。群馬帝国の埼玉、東京で、ちょっと押されてる劣勢の状況だと思うんですけど、我々に対しては逆にでしっかり対応してきてるなっていう感じがしますね。このままいくと群馬帝国一強時代がやってきてしまうので、ちょっとそれはね、やっぱり避けたいですよね。我々も力を見せたいので頑張りましょう。で、陣営見ておくとですね、まあ、関東中枢連合、これが、群馬帝国の陣営ですね。これと、我々大ネズミ帝国、さらに、首都保護圏、この三つが今関東でね、覇権を争っているという状況なので、ここで、まあ、存在感をいかに示すかというところなんですけど、まず埼玉がね、ここから脱落しそうな感じです。で、ワラビスタンというのは、長野県から独立していた小国ですけども、これは、まあ、東京側について、群馬帝国の前に滅びたというシチュエーションですね、今ね。群馬帝国一強時代っていうのは避けたいからな。ここまで来ると勝ち方も重要になってくるからね。まあ、なんとか、我々もね、見せ場を作って領土を確保しておきたい、取っておきたいっていうところありますので、できればね、中核数を取って戦勝点を稼いでおきたいところです。制空権はご覧のような状態ですね。埼玉、東京、上空は我々の制空権内にあります。さあ、埼玉はもうほぼ完全に群馬帝国に飲み込まれたかなというところですね。ここからはそうすると東京、神奈川との戦いになっていくかと思います。で、我々の方はですね、神奈川県から強襲上陸をやっぱりたびたび受けるので、このね、強襲上陸をしっかり跳ね返しておきたいと思います。では、今回はね、ここまでにさせていただいて、次回ですね、東京、神奈川との
戦いに挑んでいきたいと思います。